こんにちは、ちよです。お久しぶりです。開封動画をしたいですけど、今日の日付が3月20日の土曜日の今3時です。お客様は、常連のお客様が地元の方ですね、来てくれていて、観光客の方も結構いらっしゃるんですけど、家族連れが少ないかなということで、うちの店は常連客の方が来てくれてます。愚痴っていい？近況、久しぶりなんだけど、マジ死んでます。ストーバーチ、マジこっちも春なんですよ。それは置いといて、今日 何日、あ、土曜日20日じゃん。いやー、マジやべ何してたっけ今週。なんだろう、なんだっけ、やばい、何したかもわかんない。なんか立て続いたんだよね。何やったっけ。次男卒園したんだ。そう、木曜日に次男が卒園式があって、そう、でも親一人だったんでちょっと私入れなかったんですけど、あって、無事に、長男がその前の週卒業して、それは行ったんですけど、私二人卒業卒園が終わりました。無事に、ありがとうございます。いろいろメッセージありがとうございます。で、木曜日に卒園式あってで、昨日金曜日に長男の高校の説明会に行って、これはまたすっげえ時間かかって、で、その後副業行って、帰ったの夜でで、今日土曜日、今日次男の学習机が届くっていうことで、まあ片付けてはいたんですけど、業者さんが、うち子供部屋2階なんで、2階の子供部屋まで運んで、そこでなんかどうやら組み立てて設置までしてくれるみたいで、まあそれお金払ってるんですけど、そう、今日それがあるから、ちょっと昨日の夜中から動線を、階段とかから、玄関からずっと階段から子供部屋までの動線を片付けたりしてて、で、今日朝もそう、それやってきて、今3時なんですけど、今多分ちょうど来てるぐらいなんですよね。で、それはちょっと男どもに任せて、まあ業者がやってくれるんでいいんですけど。で、昨日の夜中に旦那と次男の保育、あ、幼稚園と長女の保育園の書類を書きまくった。はい。で、今度の火曜日、明日もまた店来るんですけど、私。で、月曜日を行って、火曜日が今度、長女の保育園の説明会があって、ここでは多分買わなきゃいけないの、まだ揃ってないんです。多分来週の土日は店閉めます。どっちか開けます。でももう買い物行かなきゃ、その次の週の土曜日、もう長女入園式なんですよ。だからもうそこで買い物を終わらせないと入園できないんです。はい。保育園は仕事してる人たちのための園なので、入園式が早いんですよね。4月の第1週の土曜日なんですよ、入園式。でも説明会はまだなんですよ説明会次の火曜なんですよ。明日、明後日、しあさって。で、その説明会で多分買うものいろいろわかるんで、揃えるもの。それで、その土曜日に買いに行って、その次の土曜日にもう入園式の準備、入園式なんで。で、そこは保護者2人行っていいらしいので、ちょっと菩薩と行くんですけど、そっからがまた大変なのよ。そっからが一番大変。そしたら、今度、長女は土曜日に入園してるわけよ。3日かな、確か。で、4は日曜日や。で、5は長女保育園行きます。で、6が長男と次男の入学式がまさかのダブルで、時間もぶつかっちゃって、
で長女はそこちょうど慣らし期間に入ってるんですよ、保育園ので。11時下校なんですよ。うん、誰がどうしてどこに行って何をしたらいいんだみたいな。長女はいつ迎えに行きゃいいの。長女は11時に迎えに行くのに、長男と次男の入学式が10時スタートと10時半スタート。保護者足りねえみたいな感じで、そっから今度長女の慣らし保育が1週間続くんですよ。でそこがだんだん11時を迎え、11時を迎え、12時を迎え、1時を迎え、2時を迎えってどんどん増えていくんですけど、その期間中に今度長男の下校を私が一緒にしなきゃいけなくて、11時40分に学校に行かなきゃいけないんですよ。その入学式の次の日、7日の日に私11時40分に小学校に行って、次男と一緒に歩いて下校するんですけど、うち片道40分あるんですよ、学校から家まで歩いて。で11時40分に小学校から次男と一緒に歩いているのはいいんだけど、12時に長女を迎えに行かなきゃいけないって無理じゃんそこ無理や。もう分身の術、私今分身レジンじゃなくて分身の術を今身につけてるんですよ。はい、じゃないと無理なんですよ。はい、もう私の愚痴で7分経とうとして、すいません、愚痴じゃないんですよ、どうしたらいいかもう火曜日ちょっと保育園の説明会あるんで、そこでちょっと保育園に相談しようかと。すいません、30分だけちょっと伸ばして見ててもらえれば迎えに来れるんですけどみたいな。ただ初めて行く保育園で、今まで次男が行ってた保育園だったら多分それ融通聞いたんですけど、初めて行く保育園だから多分その融通きついんですよ。ましての2歳児クラス、ゆり組さんなんですけど、はい、あんま無理は言わないですけど、初めてなんで、はい、向こうもこっちを知らないわけだから。いや、今まで次男が行ってた保育園だったら多分30分ぐらい融通聞いてくれるんだけどな、きつい。ということで私はレジンの腕を磨くとともに今分身の術を身につけてます。無理です今考えているのは次男の入学式を一番優先して考えたいんですよ。なんて言ったって義務教育スタートなんで、で小学校じゃないですか。なので高校の入学式にちょっと私の父に頼んで、あそこに一人しか入れないんですよ、高校の入学式は。なんか昨日説明会で言われて、いやそこをもうしょうがない第二の父がいるんで、いやもうほぼうちの父が育てたようなもんなんで、うちの長男はい、たまっと親子に間違えられるんですよ。顔も似てるし、私がパパにそっくりなんで、で次男は長男私に似てるんで、自動的にここ3人似ちゃってるんで何回かね、ほんと親子に間違えられてるんですよね、長男とパパ。じゃあまあそれはそれでいいかと思ってで私と菩薩が長男の保育園の入学式に行く、はい、そこまではなんとか決まってたんですけど、まさかの長女の慣らし保育の迎えが10時半スタートの入学式で、どうやって11時に迎え行くねんっていうので、今度そこで祖母にてか母に、私の母に迎え行ってくれないっていう思ったんですけど、車がもうその時点で足りないんですよ、すでに。ちょっと車じゃないと迎えに行けない保育園なんですよ。もしくは船船が出てるぐらいの保育園なんですよ。バスはね、そんなにちょうどよく出てないんだよね。船で長女を保育園迎えみたいなマジ船が一番早いさあ大変、島なんですよ。そうそう、
あの私がよく行ってる城ヶ島っていうところにある島の中にある保育園まさかのね次男はこの道からすぐだったんですよ保育園。はい、まあちょっと私4月のだから中旬までその小学校と保育園の鳴らし大会なんですよ。はい、仕事どころではねみたいな感じなんで、今無事に2人卒業したので、卒園したので、こっからはもう入園入学に向けての準備と、で入園入学がもし無事に終わったならば、そっからは次新生活に慣れさせる、子供を慣れさせるとともに自分も慣れていかないといけないので、その後だな仕事に専念できるの多分4月後半ぐらいからはい、ということでじゃあちょっとあのいただいたものを開けていきたいと思います。ちょっとこれがAmazon さんから直に来ているものがありまして、ちょっとごめんなさい開封するまでちょっとわからないので、ネイルの潤いネイルエッセンスですね。私が今ちょっと爪が多分ボロボロだっていうので送っていただいたんだと思います。ありがとうございます。受け取りました。爪の気になるところに適量つけ優しくなじませてください。ありがたいです。今私2枚爪どころじゃないんですよ。3枚4枚爪ぐらいがあのもうボロボロなんです。爪の役目は果たしてないんですよ。もうあのふにゃふにゃなんですよ爪が。ありがとうございます。潤いネイルってやつです。ほーすげえ、ありがとうございます。受け取りました。夜使いたいと思います。今ちょっとこんな状態なんで。でもう一つ Amazon からちょっとごめんなさい直なんで、ちょっと開けてみないとわからないね、ごめんなさいね。今ちょっと座りながらでごめんなさい、ちょっと立つ気力もなくていやーやられてますよ。あ、こちらも、あ、補強、薄い爪、弱い爪補強コートってやつですね。ベースとトップ両方に使えるダイヤモンド配合保護成分、爪を強く固く、ロングセラー大ヒット商品らしいです。すごいです。これ私今じゃなくても、私もともと爪弱いんですよ、すごく。すぐに、あの、マニキュアとか塗ると、二枚爪すぐなっちゃうんですよ。で、まあ、そういうのも理由で、マニキュアをしないんですけど、爪はもともと弱いんですよ。爪だけじゃないんですけど。メンタルも弱いんですけど。あ、か弱い。か弱すぎる、私。爪を強く固く折れにくくするガードする。これはちょっと仕事中っていうか今も使えそうなんで、これありがたいっす。ちょっと使ってみます。塗るだけでいいでしょこれ。やって速乾タイプやもん。あ、こんな悩みの爪に、折れやすい弱い爪、割れやすい爪、二枚爪になりやすい爪、柔らかくて薄い爪、私のことじゃん。ありがとうございます、超嬉しいっす。速乾です。はい、であとはこちらのお荷物なんでちょっと開けます。なんじゃろな。私の入学頑張ってる祝いかな。お？なんじゃこれ、すげえおしゃれ。おお、めっちゃおしゃれ。これちょっと座っては無理。あ？二つあった。ワンピース、うわすっげー。しかもなんか裾がこんなおしゃれ、
うわー、これはおしゃれだわ。ここピラピラしてるもん。これはかなりおしゃれだぞ。ベルトもついてるし、こんな感じです。うわー、これ裾めっちゃおしゃれなんですけど、こんな感じ。あ、これ分かりやすいかも。そうで、ここがこっち側はレースになってるの。ひらひら、レースっていうか、あのひらひら系になってる。ちょっとこれ、こういうのが、これが似合う女性になりたいと思います。すげえかわいい。こんなん着てママがすぐ食いつくんですよ、私の服装に。あの、いつもパジャマでいるんで、あ、いつも部屋着でいるんで、あ、部屋着パジャマ同じなんですけど、たまにおしゃれな格好してると、あら、それかわいいじゃないって食いつくんですけど、あ、これを下に着るのかも。あの、白いシャツです。これを下に着るってことは半袖なんで、もうちょっとあったかくなったら着たいと思います。だ、こっちのワンピースもね、なんかそんな感じ、春っぽい感じなんで、薄さ的に。うわー、持ってない、こんなの。まあ、まず買わないな、自分じゃ。自分の服すら買ってない。サイズは M なんで、私ちょうどいいっす。ありがとうございます。すげえおしゃれ。ちょっと春になったら着ようと思います。春、今春なんですけど、もう少しあの暖かくなったら着ます。うわー、嬉しい。あとは、あとね、ごめんなさい、これね、ちょっと別撮りします。なぜかというと、ちょっと待って、別撮りしなくていいのも入ってるから、だって別撮りするならちょっと別撮りします。ちょっと訳あって、私が頼んで、購入していただいたのがあるので、これはどうしてもちょっと私手に入らなくて、何名かの視聴者さんにちょっと連絡をしたんですよ。で、結構皆さん入手困難らしくて、お店で見かけないっていうことで、で、この方がちょっと手に入ったということで、代行して買ってもらったっていうか、送ってもらったので、ちょっとね、これね、代金と送料はお支払いしますって私、言ってあるんですけど、多分絶対受け取らないっていうので、と思うんですよねって、いや、もう言われた気がするんですけど、それ相応のお礼のものは送ります。それは受け取ってください、マジで。本当に。はい。その中に現金忍ばしたりします、しないので。はい。多分、現金入れたら多分怒られる気がします。うわー、マジか。これはちょっとごめんなさい。別撮りで撮らせてください。で、あと他に入っていたものが、レジン封入シールのパターン柄ですね。この間私が動画アップしたやつのパターン柄の、この、鬼滅風のやつですね。はい、これは結構使いやすいです。多分鬼滅がまだ今第2期始まるので、人気続くと思うんですよ。私はそのレジンクラフトコーナー再開するのが、ちょっとこの後の動画でも言ってるんですけど、多分秋、夏にイベントがあって繁忙期がないと在庫減らないんで、その時点、夏が終わった時点での在庫の様子を見ながら、徐々にクラフトコーナーを拡大していこうかなっていうプランなんで、多分秋ぐらいから年内、年末が閑散期に入るので、それぐらいにまたレジンクラフトコーナーを拡大しようかなっていう余裕ができたらやろうと思ってるんですけど、その時多分まだ鬼滅がちょうど遊郭をやって、その後また続くのかっていうところなので、これは本当にクラフトコーナーで使わせていただきます。ありがとうございます。あとなんかちょっとごめんなさい、可愛いケースに入れていただいて、こんなケースあるんだ。あ、白いお粉が
いっぱいです。ありがとうございます。白いお粉って言ってもあれです。白スノーパウダー。ありがとうございます。私、大きいダイス行ったら3袋ゲットできました。5袋いただきました。ありがとうございます。これマジ楽しいんだよ。やった？みんな。これぜひやってみて。楽しいから。ということで、もう一ついただいたやつは、ごめんなさい。私がちょっと頼んだものなんで、これごめんなさい。ちょっと別撮りでやりたいと思います。いや、マジ嬉しい。よく入手できたなぁ。うちのサリアは、行ったんですよ。4回も。これ求めに、私。曜日によっていつ入荷するかがわかんないから、結構バラバラに見に行ってたんです、私。言ってはなかったんですけど、皆さんに。で、4、5回行ってもういさぜかなくて、で視聴者さん何人かにメールしてて、見たことありますこんなのっていうのは、いや連絡をしたら何人かの方って、まあ存在は知ってるって言われて、ただ売ってないとかそういう情報をいただいて、入手困難だねっていう話をしてて、でこの方もちょうど私が聞いたら、どうやらこの方は紙サリアがあるらしく、素晴らしいです。サリアとは大違い。はい。入手できたということで、本当ありがとうございます。お忙しい中、行っていただいたのかと思うと、本当にマジでありがとうございます。本当に商品代と送料を送るのでっていうことを言ったんですけど、多分受け取ってはくれないと思いますので、違うものを送らせていただきますので、はい、その間に、お金挟み込んだりはしません。はい。絶対怒られると思うので。はい、てな感じです。ということで、じゃあこれ別撮りします。で、開封動画、明日も撮るつもりでちょっと予定があるんで、今日はこんな感じです。近況報告と開封動画でした。またね、見ていただいてありがとうございます。バイバイ。これ？サリア。分身できないからせめて目だけでも増やそうかと思って。あ、これね、パターン変えられるの。ちょっと待ってね。見たい？あ、変わんなくなっちゃった。あれ？これパターン変わんだけどな。あ、私今度から目4つになったんで、書類書くのに目いっぱいの方がいいかと思って。分身できないんで、とりあえず目だけ増やしときました。こんな感じに目は増えたんですけど、手が2本しかないので、書類の進みは同じでした。